ドガがバレエのレッスン、白鳥の湖バレエは西ヨーロッパで発生し、広まった歌詞、セリフを伴わない舞台舞踊、及びその作品を構成する個々のダンス、音楽伴奏、舞台芸術を伴いダンスによって表現する舞台である物語性を持ち、複数の幕を持つ舞踊劇が多い。しかし二十世紀以降には物語性を否定する作品も生まれた。一方で、 短い商品でありながら優れた物語性を持つものもある。事前に振付家によってバレエ独特の所作を指定されたものを演じ、即興作品は少ない。振付の仕方を振付術というルネッサンス期のイタリアに起源を発する。当時、宮廷では余興として詩の朗読、演劇などが演じられていたが、その一部としてバロと呼ばれるダンスが生まれた。宮廷の広間で 貴族たちが歩きながら床に図形を描いていくもので、それをバルコニーから眺めるのが当時の楽しみ方であった。1463年、グリエルモエブレオ、舞踏芸術論の中でベレトという語が初めて用いられている。1496年には、レオナルド・ダ・ヴィンチが衣装と装置を担当した楽園が初演された。16世紀、ジョバン・ニ・ジャコモ・ガストルギにより世俗合唱曲が、 流行すると、その歌に踊りを加えたバレットが生まれ、やがて、バレッティと呼ばれるようになった。ドメニコ・ダ・ピアチェンツァなど、部曲の作曲家や、ドメニコ・ダ・フェ・ラーラなどの舞踏教師が登場し、イタリアの貴族が、盛んに舞踏会を開催したことがわかる。1582年頃のバレエ1533年、イタリア、フィレンツェのメディチケから、フランス王室に嫁いだカトリーヌ・ドメデシスにより、 バレッティがフランスにもたらされ、バレと呼ばれた。1573年、ポーランド人のバレエが初めて、バレと称している。1581年の王妃のバレエコミックは、完全な記録の残っている、最初のバレエ作品である。これらを皮切りに、バレエは宮廷において盛んに踊られるようになり、16世紀末から17世紀初頭の20年間で、約800のバレエが上演されたと言われる。 1643年、ルイ14世が5歳で、フランス国王に即位した際には、数時間にも及ぶ、豪華絢爛なバレエが催され、ルイ14世自らが出演した。ルイ14世はバレエに熱中し、1653年15歳の時に、夜のバレエのアポローニ役で、本格的に舞台デビュー。よりバレエの質を上げようと、1661年に、 王立舞踏アカデミーを創立した。ルイ14世の舞踏教師、ピエール・ボーシャンによって、ポジションが定められ、舞踏譜が確立されるなど、バレエがダンスとして体系付けられたのもこの頃である。1670年に、ルイ14世が舞台から引退すると、バレエは、宮廷から劇場に移り、職業ダンサーのダンスに変化していった。1671年、オペラ座が設立。 1681年、愛の勝利で最初の女性ダンサー、ラフォンテーヌが劇場に登場し、18世紀に入ると、マリー・カマルゴ、マリー・サレなど、女性職業ダンサーが続々とオペラ座からデビュー。宮廷バレエでは男性ダンサーが中心だったが、1726年、マリー・カマルゴが足先の見える衣装とかかとを取り去った靴を用いて、 男性のみの技法であった跳躍をし、女性ダンサーが人気を博するようになった。1700年に最初のバレエ教本、ラウール・オージェ・フイエによる舞踊術、あるいは記号、絵、記号による舞踊記述法が出版され、1713年にはオペラ座にバレエ学校が創設されるなど、バレエ教育が確立、バレエの技法も複雑化していった。1760年、 ジャン・ジョルジュ・ノベールが舞踊とバレエについての手紙にてバレ学習音を提唱した。これによりバレエはオペラから独立し、セリフのない身振りによる舞台演劇として確立した。1845年頃、タリオニラ・パ・ドカトル18世紀後半にフランス革命が起こると伝統や権威に反発し自由で神秘的なものを重んじるロマン主義がヨーロッパを席巻し、 ロマンティックバレエが誕生した。ラシルフィード、ジゼルに代表され、妖精や悪魔が登場する幻想的なもの、エキゾチックな異国趣味のものが多い。くるぶし丈のふんわりとしたチュチュを着た女性ダンサーのポアントの技法による軽やかな動きが特徴。ロマンティックバレエで用いられるチュチュは、特にロマンティックチュチュと呼ばれる。ロマンティックバレエは、 現在踊られているバレエの中で最も古い形式のものであり、ロマンティックバレエによりバレエは現在のものとほぼ同じものに完成した。バレエダクシオンの提唱もあり、後に誕生するクラシックバレエよりも踊りによってストーリーを表現する演劇としての要素は強い。エドガード画が,がバレエダンサーを描いていた頃、バレエダンサーは現在と違い地位の低い人が身を立てるためにやっていたため、 バレエダンサーは下げ済まれていた。主役以外のダンサーは、発給で生活しており、パトロンなしでは生活するのが困難だったとされる。パトロンたちは当然男性が多く、女性ダンサーを、娼婦のごとく扱っていたと言われる。かくして、フランスのバレエ界から、男性ダンサーはいなくなり、フランスのバレエは低俗化することになる。1832年、ラシルフィードで、マリー・タリオーニが、 本格的にポワントで踊り、オペラ座で大成功を収めた。この作品により、ロマンティックバレエが確立されたと言われる。ヨーロッパ中で人気を博すも、フランスのバレエの低俗化と、ロマン主義の衰退とともにロマンティックバレエは衰退し、1870年のコッペリアなどを最後に、フランスではバレエそのものが演じられないようになる。ロシアでは、 フランスの宮廷バレエが伝わり、1730年頃には、フランスのジャンバティスト・ランデにより、サンクト・ペテルブルクにバレエ学校が創立された。フランスで、ロマン主義が衰退した19世紀後半、後進国であるロシアでは、ロマンティックバレエが踊り続けられており、その後独自の発展をした。ドラマ主体のロマンティックバレエに、物語とは無関係のダンスシーンを取り入れたことから、 クラシックバレエという、クラシックバレエでは、技法はどんどん複雑になり、動きやすいように竹の短いチュチュが考案された。これを、クラシックチュチュと呼ぶ、ロマンティックバレエでは1回回るのがやっとだったが、32回のフェッテまで演じられるようになった。二人で踊るグランパドドゥなどの様式も成立。ダンスとマイムが分離されて演じられるようになり、現在のバレエの構成が完成した。 1888年、サンクトペテルブルクマリーンスキー劇場の監督である、ウセビロジュスキーは、フランスから招いた振り付けや、マリウス・プティッパの振り付けの下、ピョートル・チャイコフスキーに、眠れる森の美女の作曲を依頼した。この作品が1890年に上演、大成功を収めると、続いて、クルミ割り人形、白鳥の湖が上演された。これらは三大バレエと呼ばれる。 チャイコフイスキーの三大バレエであると同時に、上演、演奏人気において、すべてのバレエにおける三大バレエでもある。ロシアのバレリーナアンナ・パブロア・マリウス・プティパにより、確立されたクラシックバレエだが、その古典的な世界に不満を持つ者もいた。その一人、ミハイル・フォーキンは、イサドラ・ダンカンに衝撃を受け、クラシックバレエにない、新しいステップや民族舞踊を取り入れた。 革新的な振り付けをした。そのモダンダンスの要素を取り込んだバレエを、モダン、バレエという。ミハイル・フォーキンは、セルゲー・ディア・ギレフに見出され、1907年に、バレエ発祥の地、パリで公演を行い、バレエブームを巻き起こした。アンナ・パブロは、バーツ・ラフ・ニジンスキー、タマー・ラ・カルサビナなどのダンサーたちが大人気となり、セルゲー・ディア・ギレフは、バレエリュスを結成する。 1912年のバレエルズの公演で、バーツラフニジンスキーが、ボクシンの午後で振り付へとしてデビューすると、モダンバレエは、決定的な革新を迎える。これまでの美しいバレエとは異なる。独自の表現は、非常に衝撃を与え、イーゴリストラビンスキー作曲の、春の祭典では、景観が介入するほど、論議の的となった。モダンバレエが確立してからも、ドラマティックバレエ、 アブストラクトバレエなどの革新的なバレエが誕生している。これらのバレエは、モダンダンス、ポストモダンダンス、コンテンポラリーダンス、コンタクトインプロビゼーションなどのダンスに含まれることもあり、曖昧である。20世紀以降はそれらの現代的なバレエと古典的なバレエが踊られている。現代的なバレエの振り付けとしては、モーリス・ベジャールや、ローラン・プティ、ウィリアム・フォーサイス、イリキリアンがいる。 またフィギュアスケートの動きはバレエの影響を強く受けており、フィギュアスケートの選手はバレエの訓練も受けることが多い。さらにバレエの影響はフィギュアスケートにとどまらず、新体操やアーティスティックスイミングの選手もバレエの訓練を受けることがある。また、宝塚音楽学校をはじめとして舞台俳優を養成する組織では、バレエの基礎は必修に近い扱いを受けている。 トーシューズバレーはフランスで発達したため、バレーの振り付け用語は基本的にはフランス語である。近代バレーの特徴は、つま先立ちを多用することにある。これをポワント、または英語の等という、このために履く特性の靴がトーシューズである。その性質上、足首が硬いと非常にバレーには不向きとなる。また、つま先立ちを多用するために、つま先を様々な形で痛めることがあり、 日常生活に影響が出るレベルにまでなり、バレエダンサーとしても活動できなくなるケースは少なくない。ポアントで立たず、足を舞台につけて立つ立ち方は6つに分類される。これをポジションと呼ぶ。振り付けにおいては特に省突せずポジション名で呼ぶ。バレエ舞踏の重要な技法としては跳躍と回転がある。これもフランス語で呼び。 例えば片足を前方に投げ出しその方向へ飛ぶことを樹手と呼び、空中での足の位置や跳躍の大きさによって樹手は細分される。一方物語進行上の感情を表すのにはマイムを用いる。マイムが角に多い作品はしばしばバレエ的でないと批判されることからも、バレエが舞踊芸術であることが理解される。バレエの化粧彫りの深さ、立体感を強調するのが特徴。 役柄による多少の違いはあるが、おおむね自然の肌色より若干明るめのファンデーションを顔全体に塗る、茶色がかったほほくれない、ノーズシャドウを入れる、色の濃いアイシャドウをまぶたいっぱいに刺す、上下のまぶたにアイライナーを思いっきり太く入れる、つけまつげをつける、流微を描く、鮮やかな口紅を輪郭をはっきり描く、という場合が多い。ただし、子供の場合は、 若干略式になる場合が多い。眠れる森の美女初演時のキャストくるみ割り人形1900年、ゴロ著名なバレエの作品には以下のものがある。詳細は、カテゴリー、バレエ作品も参照のこと、総合舞台芸術であるバレエの上演には、照明や舞台装置などの効果的使用のみならず、楽団の存在が欠かせない。このためバレエの上演には一般に費用を要し、多くの国では、 国営のバレエ団が組織される。民間のバレエ団も著名なものは多額の寄付を集めて運営することが多い。著名なバレエ団には以下のものがある。ロシアではバレエ公演がなくても固定給でダンサー寿命が短いのでバレエ年金が35歳から支給されバレエ公演の入場料は日本の10分の1でバレエ専用劇場ではダンサーの足元が見られるように 舞台床が客席に向かって斜めになっている。200近いカンパニー付け劇場を誇るドイツでは、三点劇場と呼ばれるオペラ、バレエ、演劇の兼用劇場か、オペラ劇場にバレエ団が付属する形が多数だが、フランクフルトは唯一のバレエ専用劇場である。ドイツ圏は演奏会音楽、オペラ、宗教音楽、舞踏音楽と、 あらゆる音楽分野で世界を先導する中で、バレエなき国と呼ばれたほどの分野だけが空白となってきた国であるが、モーツァルトやベートーベンのような大家の作品ですら、上演機会がほとんどない。ただし、なぜか、白鳥の湖、ジゼル、くるみ割り人形など、作品の舞台に選ばれることは非常に多く、オペラにおけるスペインに似た位置にある、上演の活発さは随一で、 ロシアと並ぶ世界のバレエ大国である。新書館、バレエ2002によれば、国内で240人の振付師、バレエマスター、1600人の劇場所属バレエダンサーのほか、多数のフリーのバレエダンサーが活動しているとされている。日本のバレエ団については、下の日本のバレエを参照のこと。バレエ団によっては、ダンサーの階級について、固有の呼び方がある。主役級のエトワール。 プリンシパル、バレリーナ、それに次ぐ、準守役級のソリスト、コールドバレエを踊るカドリーユ、アーチストなどがある。毎年20人程度の新入生を迎えるが、年齢が同一でないので、その年齢相当の初等教育、中等教育の授業とバレエ教育を受けさせ、大学入試資格を得る。バレエ教育以外も受けさせるのは、毎年1回の新級テスト及び、 最高学年が18歳まで受験できるオペラザバレエ団入団テストで落第すると退学しなければならないので普通学校へ転入や他のバレエ団へ就職または他の職業教育を受けて転職する場合に不利にならないようにしているオペラザバレエ団の入団の体系条件は男性は身長 175cm から 180cm 以上女子は 栄養管理教育を学びダイエットが必要。毎年1回の新級テストで落第すると、大学なのは、才能がない生徒に、進路変更を早くさせることで、人生で生活困窮者にしない工夫を、国の教育でもしている。学校生活は、生徒同士の助け合いと同時に、競争による淘汰もあり、客から料金を取れる、プロ意識を生徒に意識づけ、 プロのバレエダンサーとしてのレベルを落とさない工夫がされている。バレエ団に入団しても、エトワールを頂点とするバレエダンサー、プリマバレリーナを支えるバレエ団の組織運営であるが、新たなダンサーが階級を登れる組織の新陳代謝もされている。バレエの上演に関係する芸術家には、バレエ音楽の作り手である、作曲家、マイムを含めたダンスを指定する振付家、 指揮者を含むバレエ音楽の演奏家、そして舞踊によってバレエを実現し完成させるダンサーなどがいる。著名なバレエの作品の作曲家には以下のものがいる。詳細はカテゴリーバレエ作曲家も参照のこと、著名なバレエの振付家には以下のものがいる。詳細はカテゴリーバレエの振付権営も参照のこと、著名なバレエのダンサーには以下のものがいる。詳細は カテゴリー、バレーダンサーも参照のこと、カッコ内は生誕と、死去年、出身国、所属バレエ団を表す、女性、編集男性、編集国際的なバレエコンクールにはプロを対象に、下、競技会が多いが、才能のある青少年を発掘するコンクールもあり、日本では、校舎の方が知られている、有名なバレエコンクールには、以下のものがある。日本国内では、以下のものがある。 1912年イタリア人指導者が帝国劇場歌劇部のバレーマスターに起用されたのが日本のバレエの始まり。ロシア革命で日本に亡命したエリアナ・パブロアが1927年鎌倉にスタジオを開いたのが日本のバレエ学校1号。日本のバレエの歴史については新国立劇場情報センター日本洋武士年表並びにチャコットサイト掲載。 ダンズエッセイを参照のこと。欧米の国では国立のバレエ学校を持つ国もあるが、日本には国立のバレエ学校はない。これに代わり、約5000の民間のバレエスタジオが約40万人のバレエダンサーの養成を行っている。日本でバレエを習っている。子供の多くはプロのダンサーになることを目指しているわけではない。スタジオ主催者の子供がダンサーとして頭角を表し、 バレエコンクールなどで活躍することが多い。またバレエダンサーの中には古典としてのバレエからコンテンポラリーダンス、現代舞踊や舞踏の分野へと進出する人もいる。日本のバレエダンサーの詳しい情報はバレエダンサーを参照。日本で付属のバレエ団がある劇場には新国立劇場がある。バレエ研修所も併設されている。新国立劇場以外に国内で バレエ公演が行われる主な劇場には以下のものがある。国内の著名なバレエ団には以下のものがある。ありがとうございます。